環境デッキマスターデュエルでも環境説。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マスターデュエルのデッキ対戦動画一発目となっております。一発目何を取り上げようかなと、まあ、めちゃくちゃ私考えたんですが、やっぱこれですということで、本日はデュエルリンクスという、まあ、アプリゲームがあるんですが、そちらのアプリで環境トップである、ハーピーというテーマについて、こちらマスターデュエル版組んできました。まあ言うならばフルパワーハーピーです。弱いわけないと思うんですよ。だってデュエルリンクスでティア1なんだから、マスターデュエルでもティア1でしょ、当たり前に。というわけで本日は、こちらのデッキをね、使ってやっていこうかなと思っております。まあ基本的にそのやってることはね、あのデュエルリンクスっていうゲームと、ね、あんま変わんないんだよね。けど1枚マジでやばいカードがあって、まあ、それがこのハーピーの羽吹雪っていうカードなんです。これ簡単に説明すると頭おかしいぐらい強いカードです、はい、アタオカ通称、自分のフィールドにハーピーモンスターが存在する場合、このカードの発動は手札からもできると。で、自分のフィールドに超重属仮属性モンスターが存在する場合、ターン終了時まで、相手が発動した効果は、無効化される。魔法トラップゾーンのこのカードが相手の効果で破壊された場合、自分のデッキ墓地からハーピーの暴挙を1枚手札に選んで手札に加えるということなんですけども、この1番がガチでイカれとるんですよね。ガチでイカれてまして、これ全部無効になるんですよ。その相手がこのターン発動したモンスターの効果無効化されるんで、まあ、もちろん先行でももちろん強いですし、あの持っとけば手札からバチコリ打てるんで、あと後攻でまくり用のカードでもあるんですよね、まあ、モンスター無効にしてくれるようなモンスターの効果にチェーンしてこれ打てば結局そいつの効果無効になるんで、これめちゃくちゃ強いんですよ。このカードだけでハーピーっていう、まあ、デッキを、まあ、組む意味があるかなと思ってるんで、早速ねこのデッキを使ってデュエルしていきましょう。で1枚1枚カードを説明してる時間はないんで、何が何枚入ってるかだけ一応言ってきます。まあ、ハーピーディワン3枚、サモンプレスト2枚、レプロ結界像1枚、これあのあれあのシミルグが出してくるんですけど、ハーピークイーン1枚、チャネラー3枚、ハーピスト3枚、パピューマ3枚、オラクル2枚で、万華鏡3枚で、羽暴起1枚、死者蘇生1枚、羽休め1枚、翼の恩返し2枚、ハーピーの狩り場1枚、それからヒステリックサインが3枚、スプリットミラーが1枚で、ネスト3枚、ダブルアップチャンス1枚、これはあのダブル、ホープダブル入ってるんで、1枚で、ゴッドバードアタック2枚、ハーピーの羽吹雪3枚、ヒステリックパーティーが1枚ですね、メインデッキは。はい、で、エクストラデッキは基本的にハーピー SC とホープくらいあれば別になんか戦えるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、一応ね、ハーピー2枚で、ホープ1枚、電光チド1枚で、ジャイアントハンド1枚、それから、ミラージュラゴン1枚、もうほぼ出しませんけどね。でバグースカ1枚で、ホープダブルが1枚で、ライトニングが1枚、このホープダブル、ホープ、ホープザライトニングは結構使う。で、これ、ネゴロギア・アーゼウス、はい、最強モンスターこれね、これはあの必ず1枚入れてください、必ず1枚入れてください、はい、あのマナーです。で、この辺は、まあ、何でもいいんだけど、トロイミア・フェニックス、ハーピー・コンダクター、トロイミア・ニコーン、オシンチョ・シムルグ、ジャクラス・パラディオン・アストラムっていう感じになってますね。一応、まあ、追加で説明しておくとするならば、このカードですね、オーチンチョーシムルグ、これ超持続モンスターを含むモンスター2体以上で作れるんですけれども、このカードが、いると、このカードおよびこのカードのリンク先の超持続モンスターが相手の効果の対象にならないっていうのがバカみたいなこと書いてあるんですよ。でこれってなんかハーピーモンスターたちを守っていくのと、あとこの3番目ね、自分相手のエンドフェーズ、使用していない自分相手の魔法トラップゾーンの数以下のレベルを持つ超持続モンスターを手札デッキから特殊召喚するということで、これで、烈風の結界像っていう、こいつがやると活属性以外出せないっていうモンスターがいるんですけど、これを先行で出したらゲームが終わります。はい、これでゲーム終了です。フルパワーハーピーマジでやばいです。ちなみにシルバーランク帯なんですけども、まあ、8連勝くらいしたんで多分環境です。デュエル3枚先行が欲しいんですけど、はい、もちろん先行、当たり前に先行、勝ったな、完全に勝った、勝ち申した、すいません嘘つきました、ごめんなさい。まあやっぱり方向取っちゃうとね、相手の先行制圧モンスターになすすべもなく死ぬっていう話はありますけど ね。でもね、強いのは羽吹雪あるんで、まあ、それはちょっと パピーマ召喚、パフューマーの効果を発動、召喚に成功した場合、これは何を作るんだ、
なるほど。なんかほとんどでもデュエルリンクスとかデュエルリンクスと変わんねえ動きしそうだけど大丈夫か。まあ、デュエルリンクスにはね、翼の恩返しっていう最強のカードがあるけどな。万華鏡華麗なる分身を発動、ハッピーレディワンを特殊召喚、そして翼の恩返しを発動。超獣族モンスターが2匹の場合なんかすごいドローできる。うわうわ天才っす、俺は天才か。ハッピーの狩り場発動、そして謎のカードを1枚伏せさせてもらうぜ。そして俺は2体のモンスターで、私は2体のモンスターでシンクロ召喚を行うわ。現れなさい、ハッピーレディ。スクラッチクラッシュ、パッパカラン。チューナーモンスターはいなかったはず。このモンスターはハーピーモンスターを、なんかチューナーとして扱うこともできるわ。そしてヒステリックサインの効果を発、ヒステリックサインを叩き割るわ。ヒステリックサインを叩き割ったエンドフェイズになんかヤバいカードをいっぱいサーチするわ。カードを1枚セット、カードを1枚セット。最強エンドフェイズ。ヒステリックサインが割れた場合エンドフェイズになんかヤベえカードをいっぱいサーチするわ。とりあえず、ハーピーの羽吹雪と羽吹雪っていうね、とりあえずチャネラですかね、チャネラーハーピーストですかね。このね、羽吹雪っていうカードガチでやばくて、まあ、簡単に言うと世界を終わらせられます。はい、簡単に言いますとね、めちゃくちゃ簡潔に説明するんですけれども、世界が終わります。はい、まあ一応簡単、ちゃんと説明すると、相手のモンスターの効果が全部無効になります。発動する効果、相手がどこで発動しようと、墓地であろうと、手札であろうと、サイバーか、OK。エマージンサイバーね。墓地であろうと、手札であろうと、フィールドであろうと、発動したモンスターの効果すべて無効にあります。はい。あまりにも強すぎて、クソ迷惑って言われてます、このカード。羽吹雪マジ強くて、これ先行で使っても、後攻で使ってもめっちゃ強いんですよ。結局、まくるカードでもあるし、先行制圧できるカードでもあるみたいな感じですね。はい。要は相手がなんか何かを無効にしてくるようなカードとかの効果を発動したときに、その効果にチェーンして羽吹雪って言えばいいんで、はい。で、コア君の効果ね。で、ここで分からしていこう。羽吹雪の効果、ハーピーの羽吹雪の効果により、お前がこのターン発動する効果すべて無効化される。さらにハーピーレディスクラッチクラッシュの効果も発動、魔法トラップカードが、発動した場合、フィールドのモンスター一体をセットし、そのモンスターを手札に戻すことができる。お前のモンスターには書いていただくぜ。はい、無効でーす。バリ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 。これが現代遊戯王のパワーってやつよ。どうした、サイバー、ヘルカイザーとやら、そんなもんか。何、サイバードラゴン、なぜ先に出さなかった。なぜ先に出さない。一応先に出した方がいいのに。はい、高圧とか踏むのやったのかな。リンクスの多すぎるこれは。ヘルツ効果、うん、それ無効だよ。あ、じゃなくて、待って、ネクステか。ネクステここ無効。で、ヘルツの方が無効。全部無効。全部の全てのモンスター効果、このターン、発動する全てのモンスターの効果無効になります。はい。いや、これあかん、このカード。このカードあかん。このカードあかん、絶対に。使ってはならないカード。絶対に。ちなみにフリー対戦でこれ使ったらマジでぶっちぎり合えるんで、ランク戦だけにしてくださいね、皆さんね。はい。ランク戦だけにしていただきたい。マジでぶっちぎり合います。はい。絶対に。エンドフェイズ弱っ。ゲボ弱いやんけ。いいや、もうサイバードラゴン1体くらいはもうどうでもいいや。で、俺のターン。いや、私のターン、ドロー。そう、私は、カードにすべて香水をぶっかけているため、デッキトップがサモンプリーストであることは分かっていたわ。もちろんコストにするわ。ヒステリックパーティーの効果を発動。ヒステリックパーティーの効果によって手札を1枚墓地に送ることによって、墓地のハーピーモンスターをなんかめっちゃ特殊召喚するわ。とりあえずハーピー SC の効果によってお前のモンスターに戻ってもらうわ。消えろ。そして、墓地のハーピーレディモンスターをめちゃくちゃ特殊召喚するという効果。パピューマーの効果も発動できるじゃん。神ゲーか。ハーピーレディ1とハーピーレディパピューマーを、ハーピーパピューマーを特殊召喚していく。うい。うい。で、パフュー、あー、狩場か。狩場効果強制だからね。まあ、狩場割っていきましょう。で、もちろんこれ発動。パフューマーの効果を発動していくわ。パフューマーの効果によって、なんかレベル5以上のハーピーモンスターがいる場合、なんかハーピー的なカードをなんか2枚くらいサーチできるわ。あまりにも強い。どんだけアド稼ぐ、このカード。やばすぎだろ。やってること頭おかしすぎるだろ、これ。
はい、で狩場効果で、まあ、狩場破壊される、まあ、どうでもいい。でチャネラー召喚、はい、サレンダーしてもいいぞ。なんで結構サレンダーされないですね。これなんでかっていうと多分報酬がもらえるからですね。デュエルをするっていうだけで。でハーピースト効果、だからそれがねめんどくさい。なんか相手の G 行為を結構見なきゃいけないんで、まあ、ちょっと短めに行きたいと思います。はい、でオラクル効果、オラクル効果でエンドフェイズなんかハーピーカードを回収できるという効果。そして、3、これそのままなかったら勝ちなんですけど、ちょっとかっこいいモンスター出していいですか。これガチでかっこいいモンスター出したいです自分。まあ多分これそのままバトルで勝てるんですけど、一旦やばいモンスターがいるんだよっていうことを皆さんにお見せしたい。さあハーピーレディモンスター3体で、おサーキットコンバイン現れよ、王身長シブルグ。このモンスターおよびこのモンスターのリング先のモンスターは全てカードの効果の対象にならない。そして万華鏡カレナル分身をさらに発動、万華鏡カレナル分身によってさらに、家族性モンスターの打点がアップしていくぜ。ブラウン、そして羽休め、羽休め、羽休め後でいいか。バトルダイレクトアタック1900、ダイレクトアタック、スクラッチクラッシュ、はい、王身長シムルグとかユダリアネモンスターでアタック、ハーピレディスクラッチクラッシュ、サレンダー。現代遊戯王のパワー高すぎてさ、これ先行制圧したら相手何もできないんだけど、これがマスターデュエルです。はい、どうやらレイカーさん、そうだ、これがマスターデュエルだ。さあ、ちょっとあのメンバーシップのメンバーで、ね、ルーム戦で遊んでいきたいと思います。皆さんには一応僕のパワーカードのパワーカーの応酬を見てくれないかってあるんで、まあ結構まあそこそこ強いデッキ使ってくれるんじゃないでしょうか。まあ環境デッキ使うやつはあんまりないかもしれないけど、後ろの幹部会、まあ、言うてね、なかなか強いデッキを持っている方は多そうなイメージはある。さあ一体何デッキだ。あとさ、スリーブとかプレイマットもっとどんどん売ってほしいよね。なんかサプライとかになんかすげえ無限に課金したいんだけど俺。なんか、これ誰？あ、アダマシアか。なるほど、アダマシア。はい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 。あ、マグネットウォーリア。なるほど、磁石ですかね。はい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 。なるほど。いいね、磁石。磁石いいじゃん。なんか、いいね。ドキドキ。ドキドキ。ライトニングストーン入ってるの、ね、なるほど。ライトニングストーム入ってるっていうことは覚えておこう。まあこれはね完全に高校まくり用のカードなんで、まあ、先行で引くと何死んじゃうんで微妙っていうのはあるんですけど、まあ、とりあえず磁石デッキはなんかアダマシアと組み合わせるとマジで展開やべえっていう、マグネットインダクションで、え、やばっ、デッキから出せんの、強すぎでしょ。こんなカードあるんだ、強っ、やばいね。なるほどね。で、マグネットウォーリアガンマの効果めちゃくちゃ並ぶやん、すげえ強いじゃん。デルタ、これ強化蘇生とか一族の結集みたいなカードは多分入ってないと思うんで、さすがにさすがにそういうカードは入ってないと思うんで、でマグネットウォーリアデルタで落としたのは、ベータと、で2体のモンスターで、あ、三影石師、なるほど、で岩石族サージですね、これは。はい、岩石族をサーチできるやつ、まあ、ていうだから岩石族を特殊ができるっていう効果もあるが、だからサーチしてきたモンスターを出すみたいなこともできますね。一ターンに一度どっちかを発動できる。で、見かけ師の効果で、岩石族を手札に加えていく。なるほど、アダマシア、はい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 、アダマシアサーチできるの強いね、見かけ師くん。見かけ師とかこれレアリティ出てほしいんだよな、対戦中に。これ出てねえのか、これ出てねえよな、レアリティ出てくれたらね嬉しいんですけどね。相手のデッキがどんぐらい高いのかっていうのを見せつけることができるからね。うん、このハーピーも結構高いからね。チャネラーとか、あの羽休め、羽休めじゃねえや、羽吹雪とかめっちゃ高いからね。はい、また5枚めくって、で5枚の中から岩石族がいれば特殊召喚できるっていう、なんかめちゃくちゃ最強効果。レベル4以下の岩石族モンスター一体を特殊召喚できるという効果。いや、ドキ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 。なるほど。なんかシンクロ召喚、とりあえずアダマシアはチューナーなんですよね。チューナーなんで、まあ、とりあえず6シンクロとか、まあ、何シンクロできんの今、4シンクロか。4シンクロ、6シンクロ、7シンクロができんのかな。あ、5シンクロか。5、4。ラプタイト。これ誰や、これは。自分のメインフェーズに、自分のデッキの上からカードをめくって、また、あ、特殊召喚できる。え、
違うわ、さ、特殊ができる、残りは好きな順番できましたもので、出たんに、自分の墓地に家族戦を捧げる場合、相手の墓地のカードを除外する。なるほど、なるほど、なるほど、強い。まあ、墓地のカードは除外されても別にいいです。問題ありません。一切。全く問題はございません。てか、すげえ並ぶな。やべえんじゃねえか、これ。終わったか？まあ、でも、羽吹雪あるから、なんとかなるっていう説。ハリファイブ。クリストロン、ハリファイブ。オッケー。クリストのハイファイバーの効果、リンク召喚に成功した場合できたレベル3以下のチューナーモンスターを1体、特殊召喚できるっていう効果で、またアダマシが出てくる。めちゃくちゃ強いやんけこのデッキで。ラプタイトの効果によってまたデッキトップを見て、デッキトップ上から、5枚めくってその中の岩石族を出せる。強っ、やば、展開力クソやべえな磁石。はい、でマグネットウォーリアーベーターを特殊召喚で、ベーターの効果発動、ベーターを特殊召喚に成功した場合マグネットウォーリアーを、手札に加えることができる。まあ、これでよくねアルファとか持ってきたりとかガンマ持ってきたりとかしてるんですけども、はい、でアルファを持ってきていく。なる、なるほど。俺1でどうすんだ、まだ展開できるのこれ。あ、でもそっか、中央だもんな。やばいねこれ、この盤面。これでゴリゴニックガーディアンとか出せるのこれ、もしかして。やばすぎなんだけど。やばすぎなんだけど。いや、そういうことか。なるほど。それは変身したいってことね、この2台は。ゴリゴニックガーディアンは出さないといったところ。はい。ハーピストね。了解、了解、了解。まあね、羽吹雪っていうカードで分かしていきましょう。とりあえず、ハーピーチャネラーを召喚。で、ハーピーチャネラーの効果発動。ハリファイバーね。これは一回スルーでもいいか。いや、まあ、うん。いや、別に羽吹雪言ってもよかったな。まあいいや。チェーンされるの嫌なんですよね。なんかいろいろな効果に。後打ちしたいんですよね、羽吹雪は。フォーミュラシンクロン。いやー、ワンドローされたくねえけどな。ちょっとなんかどこ、いや、でも打ってもいいか、もう。なんかチェーンされるのめんどくせえんだよな。フォーミュラシンクロンいいよ。1枚ドロー。いや、ここ打つべきだな、多分ここ本当は打つべきだと思うんですけど。リゾルブ、はい。で、何が出てくるかによるんですよね。何が出てくるかによるんですよ、ここ。マジで。何出てくるのこれ、バロネス。バロネスはいないですからね、でもね。はい、6、7、8、8シンキロ。なるほど。やばいか、これ。ドラガイト。いや、でも、今止めとくべきだな、絶対。じゃあ、いや、絶対止めとくべきだな、今。これ何これ、自分のメインフェーズ発動できる、めくる効果がいいや。自分の墓地に水属性モンスターが存在し、相手が魔法トラップカードの効果を発動したときに、うわ、最悪だ。あ、まあでも一応2枚打てるから別にいいか。まあ別に単一制限はない。羽吹雪に単一制限はない。てか、水属性いねえじゃん。水属性いねえわ。嘘だった、水属性いねえや。これ絶対温存しすぎた。てかマジでフォーミュラシンクロン打っていい、これ絶対打っていい。これ羽吹雪使いこなしてない。あ、向こう、うるせえ、黙れ。ハーピーの羽吹雪発動、暗いおらお前がフィールド上で発動、または墓地除外ゾーン手札全て、で発動するモンスターの効果、このターン全て無効化される。消えろ。よし。で、ハーピーチャンネルの効果により、俺はデッキからハーピーパフューマーを特殊召喚するぜ。完全にですね、完全にやりましたね、これ。これ絶対フォーミュラシンクロのところで打った方がいい。まあでも、モンスター減らせるっていうね、メリットはありました。でも、モンスターを減らせるっていうことは全処理が可能っていうことかもしれません。で、デッキから手札に加えるのは、これは、分身の方が展開力上がると思うんですよね。で、一旦、翼の恩返しを置きましょう。何の恩返しか知らんけど、なんか恩返してくれるんで、勝手に。で、2枚ドローできる。はい。あー、強い。これは強い。クイーン、これヒステリックサイン割ることもできるけどな。いや、でもこれは展開に振った方がいい気がするんだよな。で、まあ一旦 SC 出して除去していこう。これはハーピレディモンスター2体で、シンクロ召喚。現れよ。ハーピレディ、スクラッチクラッシュ。そして、手札よりマジックカード、万華鏡、華麗なる分身を発動。ハーピーレディが存在する場合、デッキからハーピーレディモンスターを特殊、ハーピーレディを特殊召喚、さらに
お前のクリスタルウィングシンクロドラゴンとかいう最強モンスターにはおかわり願うぜ。消えろ消えろ、底知れぬ絶望の淵ですね。で、デッキからハイプレディ1を特殊感、そしてサイン発動だな。サイン発動、サインを発動し、俺はデッキより万華鏡華麗なる分身を手札に加えさせてもらう。そして万華鏡華麗なる分身を発動。さあ圧倒的展開力、いけハーフレディ1特殊召喚。そして2体のモンスターでオーバーレイ、いやーこれオーバーレイして何してるんだ、これリンク召喚もできんな。シミュレグ使ったらめっちゃ強そうだけどな、シムルグ使ったらめっちゃ強そうだけど、シムルグ出したところでなんだよな。3体使うしな。ホープかこれ、普通にシンプルホープか、シンプルホープ、ホープダブルダブルアップチャンスか、これこれダブルアップチャンス。1万で殴ったら勝てる、これ勝って、あ1万7000と300、あー勝てねえな、うぜえな。コンセントレート必要だな、コンセントレートがいるわ。とりあえずもうこれホープダブルいくしかねえな。レベル2のモンスターでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろ。ナンバー39希望王ホープダブル、そしてホープダブルの効果発動、このカードのオーバーレイユニットを1つ使うことによりデッキからダブルアップチャンスを手札に加え、そしてこの効果の処理後このモンスターの上に重ねて希望王ホープモンスターを1体エクシーズ召喚扱いで特殊召喚できる。現れろ希望王ホープトリフェイズだ。まずは一旦見かけ騎士とかいうのがようあらんモンスターをこれ破壊していく。これはキャンセル。そして希望をホープで攻撃宣言、そして自身の攻撃を無効にするムーンバリア、取り除くのはまあ一応戻せるかもしれないんで、ば。そして攻撃が無効になった場合ダブルアップチャンスの効果を発動、この効果によりホープの攻撃力はダメージ計算時倍となる。さらにいけホープケンスラッシュ、うおー強え強え、マジ でハーピークイーンの効果、これでカリバーを手札に加えさせてもらうぜ。そして俺、戦闘を行ったエクシスモンスターの上に重ねてオーバーレルトワークを再構築、エクシス召喚、あらららうガンダムプロン。このモンスターはフリーチェーンでフィールド上の自分以外のカードを全て墓地に送るとかいうヤバすぎる効果を持っている。フリーチェーンでな。そしてハーピーハーピストの効果により俺はデッキからハーピーモンスター1体を特殊召喚、手札に加えることができる。ハーピーチャンネラー、チャンネラーでいいか、ハーピーカードあるしな、チャンネラーでいいや。さあどうしますかね、磁石くん。アーゼウスくんと羽生吹雪と SC あんのマジやべえだろ、マジやべえ。まあ、実質三妨害みたいな感じですね。こんだけ動いて実質三妨害、あまりに強い、あまりに強い。これ絶対勝った、返せないと思うわけ。さあだいぶ強行してますね。まあ多分まあ、これサレンダーするかも。なんかドヤ顔でベルセリアンから出すか、どっちかでしょう。あー来た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 、アルファベータガンマをゲームから直してベルセリオン特集、全然いいよ、全く問題ない。効果使ってもいいよ、なんなら効果使ってもいいよ、分からせるから、圧倒的分からせムーブするわ。はい、で岩石族モンスターをゲームから除外することにより、あ磁石モンスターをゲームから除外することによりカードを1枚破壊するっていう効果を付与していくが、しかしくらえおらそして帰れ、ご帰宅いただいて、ご帰宅いただいてどうぞ。はい、対戦ありがとうございました。はい、効果向こう、効果も向こう、戻って効果向こう、バウンスされて効果向こう。はい、神ゲーで、アーゼンス君の妨害はまだ残っている。完全に勝った、どう考えてもこの場面は返せない。ラバーゴーレムだけやめてください。アダマシアサイン、あいいよ全然。はい、何これ、モンスター特殊召喚したすると、はいはい、いいですよ。モンスター特殊召喚してもいいですけど、それ効果使いませんよ、このターン。
このターン効果使いませんからね。はっきり言っときますけど。ちなみにフリーチェーンで墓地送りますからね、まだ。フリーチェーンで全ての方、ちなみにサインを墓地に送るっていうこともできますね、これ。これなんかシナジーあるの草。これ、これ、アーゼウスマジ相性いいじゃん。これサイン墓地送れるの神ゲーすぎない？天才すぎて草。サイン墓地送れんのマジで神ゲーだわ。また3枚サーチあるぞ。また羽吹雪持ってこれるもん。はい、でしょうね。ええ、俺が最強ってこといいですか。